皆さん喧嘩はしないでください。そして大人の方、意地になってすごいわーってならないように気をつけてください。はい、よろしくお願いします。頑張って遠くに投げれるようにしますので。はい、ではスタンバイができたということで、カウントを5秒前から始めます。皆さん準備はいいですか？早い。それではカウントを始めたいと思います。リオちゃんいくよ。 OK です。せーの、5、4、3、2、1、スタート。ありがとうございました。前の方にいた方も遠くの方にいた方も皆さんゲットできましたでしょうか？届いたかな。ゲットできなかった方、屋台祭り、もしかしたらまたお菓子配りがあるかもしれません。また屋台祭り、この松山外商協同組合の皆さんと一緒に作り上げているこの屋台祭り、いろんな場所各地で開催されます。またお菓子配りがあるかもしれないので、お菓子巻き参加してください。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。もしよかったら、司会をしておりますシンガーソングライター森のぞみと、先ほど歌っていただいたシンガーのリオナちゃん、はい、顔と名前だけでも覚えていただけたらと思います。森のぞみとリオナです。よろしくお願いします。みんなありがとう。よろしくお願いします。ありがとう。皆さん手振ってくださってありがとうございます。また必ずどこかでお会いしましょう。次の屋台祭りでもお待ちしております。待ってます。お菓子巻きゲットできなかった方、また次ぜひゲットしてください。投げます。みんな最後までありがとうございます。ありがとうございます。はい、では皆さんありがとうございます。声が聞こえるか分かりませんが、はい、お知らせをいたします。本日の屋台祭り8時30分までの予定でしたが、はい、9時過ぎまで屋台は開いています。落ち着いてゆっくりとお持ち帰りしたいものがありましたら、はい、ぜひ皆さんゆっくりと屋台を回ってください。9時過ぎまで開いております。ありがとう。この2日間の群中屋台祭り、はい、ライブステージはこれで終了となります。皆さん2日間長い間本当にありがとうございました。ありがとうございました。また必ず屋台祭り司会またしたいですね。したいですね。そして私もライブステージにまた立てるように頑張りたいと思います。はい、なので皆さんもぜひまた見かけたら気軽に大きく手を振ってください。そして声をかけてください。リオちゃん、リオナちゃん、森ちゃん、森のぞみーって言ってください。お願いいたします。ちゃんとね、リオちゃん聞こえます。ありがとうございます。ありがとうございます。
お兄さん本当にありがとうございます。嬉しいです。お兄さんありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。そして、この2日間屋台祭りに、ライブステージとして出演していただいたたくさんの方々、そしてこの大きなステージを作って、このような会場を、そしてこのような企画イベントをしてくださった松山外商協同組合の皆様、その他の関係者様、本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます。またここで群中屋台祭りまたは群中夜市が開催できることを願って、私たちもこのライブステージとっても2日間充実してもう満足です。楽しかったです。はい、また皆さんお会いしましょう。そしてこの後ですね、9時過ぎまで屋台開いています。そして私森のぞみとリオナちゃんの物販をさせていただきます。はい、リオナちゃんは一緒にお写真を撮って、サインを書いて1分間話せるチェキ撮影というのがあります。チェキっていうなんか1枚のね、この写真が実体になって出てくるやつです。ぜひ、サイン付きなのでよろしくお願いします。私も CD だったりいろいろあります。無料で配布しているフライヤーもあります。そこから SNS にアクセスができますので、皆様ぜひ、お手に取ってもう勝手に持ってってください。よろしくお願いします。お声掛けください。それでは群中屋台祭り2日間のライブステージ、これで終わりたいと思います。この後も9時過ぎまで開催されてますので、はい、皆さん最後まで楽しんで、そして帰る際は気をつけて帰ってください。またお会いしましょう。シンガーソングライターの森のぞみとリオナでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいま流れている曲は私のオリジナル曲の Your Tears という曲です。生歌が聴けないのでこの BGM をぜひ聴いて、気になった方 CD 手に取ってみてください。本当にありがとうございました。またお会いしましょう。ここでお知らせです。2日間で、本日ですね、忘れ物がたくさん届いております。落とし物ですね、白色の手鏡、そしてくじ引きの景品、かわいい何か、そしてこれは自転車の鍵ですかね。自転車の鍵落とされた方いませんか。キーホルダーの根元部分があって、何かキーホルダーの先がないんですが、ちょっとステージまた上がります。黒色持ち手、黒色丸っこい先の鍵となってます。なんか丸のへこみがある、かわいらしい自転車の鍵か何かです。もしお心当たりある方、自転車で乗って帰ろうと思って鍵がないっていう方、ぜひステージの、左手側の音響の場所に預かっておりますので、もし自転車の鍵を落とされた方はこちらまでお願いします。